CCD イメージセンサー、CCD イメージセンサー、A、CCD イメージセンサーは、個体撮像素子の一つで、ビデオカメラ、デジタルカメラ、光検出器などに広く使用されている、半導体素子である。単に、CCD と呼ばれることも多いが、CCD という当時後自体には、CMOS イメージセンサーの、CMOS の部分と同様に、イメージセンサーという意味は全く含まれておらず、 実際にイメージセンサー以外への CCD の応用は複数存在する。通常の半導体集積回路では一般にその上に作り込まれたそれぞれの素子の間は金属層のパターンによる配線によって電気的に接続され信号がやり取りされる。これに対し隣り合った素子の間の電化的な結合を利用して次々と電化の状態が送り出されることにより 信号がやり取りされる素子が、チャージ、カプルドデバイスである。受光素子と組み合わせて、撮像デバイスとするほか、NTSC で必要なくし型フィルタで、アナログフィルタにおける、遅延線に相当する、シーケンシャルアクセスの記憶装置など、いろいろの応用がある。撮像デバイスとしては、配線に面積を取られない分、 受光面積を広くできるといった利点がある一方、隅や減少などの弱点もある。イメージセンサーデバイスの例現在メジャーな個体撮像デバイスとして CCD イメージセンサーの他に CMOS イメージセンサーがある。長らく CCD イメージセンサーの方が多く利用されてきたが低価格品や携帯電話では CMOS センサーの普及が進んでおり2004年後半には 総出荷個数で CMOS センサーが上回った。より複雑な構造のために CMOS センサーに比べて CCD の製造は難しく、製造のできる企業は限られている。また、CMOS センサーに比べてかなり高価な素子となっている。撮像素子の働きは、被写体からの光線をレンズなどの光学系によって、撮像素子の受光平面に結合させ、 その像の光による明暗を電化の量に光電変換し、それを順次読み出して電気信号に変換することである。固体撮像素子においては、一枚のシリコン基板上に形成された多数の受光素子の並びで光電変換を行う。受光素子に光を照射すると、光エネルギーによって電化を発生する。この電化を CCD 素子によって外部に転送するのが主な。 動作である。なお、受光素子として独立した、ホトダイオードを用いる場合と、転送用 CCD そのものを受光素子として動作させる場合がある。電圧を制御して、電荷を転送する CCD は、MOS キャパシタを近接して並べた構造が、基本である。CCD は、MOS 構造半導体素子の一種で、シリコン基板表面の酸化膜上に、多数の電極を設け、 MOS 構造の各電極に隣同士で異なる電圧を与えることにより、ポテンシャルウェルを作り出し、これを利用して半導体中で電荷を保持、転送できるようにしたものである。各電極に加える電圧を適切に制御することにより、各素子の電荷が隣の素子に一斉に転送される。これにより、 各素子が保持する電荷をバケツリレー式に順次外部に取り出すことができる。ちょうどデジタル回路のパラレルイコールシリアと同じ動作であり、アナログ量を扱えるシフトレジスタとも言われる。この性質を利用して一列の端から入力した電荷を素子数分の転送回数に相当する遅延を持たせて反対側の端から取り出せば、 遅延線として動作させることができ、前述のようにこのような CCD の機能の利用法は、イメージセンサー以外にもいろいろある。リニアイメージセンサーともいい、フォトダイオードを一列に並べ、これに並列に CCD を配置している。一回の路行で、フォトダイオードが光電変換した電荷を各画素に対応する CCD 素子に一斉に転送し、 続いて CCD に転送パルスを与え電荷を順次、読み出す。全画素の電荷を出力し終わると、次の録音が可能になる。一次元イメージセンサは、線上の像しか、光電変換できないので、被写体とイメージセンサを相対的に移動させるか、光学系によって、同等の相対移動を行うことにより、被写体全体をカバーする。ファクシミリア、副写機、 イメージスキャナーなどで使われる方式である。またそういったもののほか一次元のパターンのみ、取得できれば良いという応用も多く、カメラではジャスピンコニカやキャノンオートボーイ時代のオートフォーカス用センサで使われていたという例がある。エリアイメージセンサともいい、格子上その他の配置で平面上に敷き詰めたものである。CCD と受光素子の配列によりいくつかの構造がある。 インターライン型、インターライン型 CCD 撮像素子の構造を二次元イメージセンサの中でもインターライン型 CCD イメージセンサは一般的なビデオカメラやデジタルカメラで対応される受光部のフォトダイオードと電化転送部の垂直転送 CCD を一列ごとに交互に配置し垂直 CCD 列の端部を水平転送 CCD の各素子に接続して全体として 櫛種型に配置した構造である。各転送用 CCD は、光電変換を行わないように遮光膜で覆ってある。また、各画素のフォトダイオードと画素に対応する垂直 CCD の各素子に間にはアナログスイッチとして働くトランスファゲートが置かれている。読み出しは一例として、次のようにして行う。トランスファゲートを閉じておく。フォトダイオードを観光し、電荷を蓄積する。 トランスファゲートを開き、フォトダイオードから各垂直転送 CCD に電荷を一斉に転送する。トランスファゲートを閉じる。各垂直転送 CCD の電荷を一回分転送し、各列の端部に当たる画素の電荷を水平転送 CCD に移送する。水平転送 CCD に順次転送パルスを与えて、全水平画素を出力する。5に戻って、 垂直転送 CCD の全画素を読み出すまで繰り返す。これにより全ての全エリアの画素が順次操作されたことになる。ビデオカメラに使うためには、毎秒30から60回の録音、転送、読み出しを行う必要があるため、フォトダイオードから垂直 CCD への電化転送は、垂直基線期間に、また水平転送 CCD からの読み出しは、 各水平基線期間に行われる。その他の型フルフレームトランスファ、型 CCD 接造素子の構造フレームトランスファ、型 CCD 接造素子の構造他に、垂直転送 CCD の各素子で直接光電変換を行う、フリフレームトランスファ型構造、受光用 CCD と転送用 CCD を持ち、垂直基線期間に、受光用 CD から転送用 CCD に、 転送を行うフレームトランスファ型 CCD もある。フルフレーム型は転送用 CCD が不要なため、光の当たる素子面積の比率が大きく、インターライン型に比べて感度が高い。一方、電化転送中は受光しないように機械的シャッターが必須となるため、動画撮影は難しい。フレームトランスファ型は、開口率の高い点では、フリフレーム型と同様であるが、 転送用 CCD を別に持つ分素子面積が大きくなる。背面照射型 CCD は読み出し回路が受光部の反対側にあるため、受光面積を広くすることができ、同面積のチップに比べ感度が高い。しかし、背面照射のためにシリコン基板層を削り落とすことにより熱容量が大幅に低下し、安電流による発熱が増加する。これによる、 熱ノイズの影響を抑えるためには何らかの冷却装置が必要となり、撮影機器の小型低価格化の大きな障害となっている。CCD は1969年、アメリカ電信電話ベル研究所にいた、ウィラード・ボイルとジョージ・ E ・スミスによって、次期バブルメモリの動作原理から着想し、半導体に応用することによって発明された。フェアチャイルドセミコンダクター、RCA、 テキサスインスゥルメンツを含む様々な会社がその発明を採用しプログラム開発を始めた。フェアチャイルドが商用デバイスに利用した最初の会社となった。1974年までに500セルの1次元素子との 100X100 100セルの2次元デバイスを発売した。岩間和夫によるリーダーシップのもと、ソニーは注目すべき額の投資を含む CCD への大きな 開発努力を始めた。結局、ソニーは自社のカムコーダー用に CCD を大量生産することが可能になった。ベル研究所での発明の後、遅延線として、あるいはイメージセンサとしての応用研究が進み、1970年代後半には試作カメラが、1980年代には実用的なカラーテレビカメラが製品化され、半導体加工技術の進歩により、 撮像館を代替した。1990年代にはデジタルスチルカメラが誕生し、21世紀初めには銀塩カメラを代替しつつある。2006年1月、ボイルとスミスは CCD に関する仕事が認められ、全米技術アカデミーのチャールズ・スターク・ドレーパー賞を受賞した。2009年、二人はノーベル物理学賞を受賞した。CCD イメージセンサーは、 他の半導体集積回路と同様にシリコンウェハーから製造する。他の半導体集積回路の製造と基本的には変わらないが受光面への配慮が求められ通常のモールディングは行われずサブストレートへの実装などで保持される。LCD 表示素子の画素配置単板式、カラーカメラのバイヤー配列3番式カラーカメラの CCD 素子の空間配置3番式の 別方式他の多くのカラー撮影方式と同様、一枚のセンサに RGB の各色を作り込む単板方式と光学的に RGB の各色を分離したものをそれぞれのセンサで撮影する多板方式がある。CCD イメージセンサそのものには他の撮像感や個体撮像素子と同様、色の識別能力はない。一般的な CCD の波長ごとの感度特性は、 おおむね300ナノメートル800ナノメートルで緩やかな山形のピーク特性を持ち、可視光範囲をカバーしている。従ってカラー撮影を行うためにはカラーフィルタにより光の三原色に色分解を行う必要がある。三原色分解には可視規法による方法と原色法によるものがあり、原理的には後処理の単純な可視規法は色再現性に優れ、 光通過量が多い原色法は単度に優れるとされるが、素子レベルの性能や、光実の色処理技術による差異もあるため、製品レベルでの比較ではその差が顕著ではない。カラーフィルタのマスクパターンにもいくつかの方法が考えられる。まず、LCD などの表示素子のように、正方形に敷き詰められた角画素に対して、RGB それぞれの受光部を配置する方法が考えられる。 画像データなどの各ピクセルごとに色の値があるモデルと正方性が良いが、各受光部が細長くなり、また3倍のピッチで微細構造を作り込まねばならず、製造上よろしくない。一般に個体撮像素子では受光部ごとにマイクロレンズを置くので、各受光部は縦横比を1とするか、それに近いことが望ましい。従って正方形を敷き詰めた上に、 バイヤー配列のフィルターをかけるという手法が一般的である。バイヤー配列では CCD の総画素数 N に対して緑の解像度は N2、赤及び青の解像度は N4 になるため、角画素ごとに周辺の画素の出力を用いて保管演算を行うことにより N 個の RGB の組を作り出している。保管演算の方式により画質が影響を受けるため、 各カメラメーカーは独自に処理方法を考案している。ここで緑のガスを2倍設けているのは人間の目の分光感度が緑付近をピークとしており、緑の解像度が見かけ上の解像度を向上させるためである。この他、富士フィルムのスーパー CCD ハニカムやその他のパターン、またフィルタではなく深さにより色を識別する保分の方式などがある。 放送用カラーテレビカメラなどでは、高画質、高感度の要求性能を満たすため、3番方式を採用することがある。これは、上述のような微小構造のフィルターによる方式が不可能だった、撮像管時代の方式と同様のもので、RGB 各色それぞれに1枚の CCD、イメージセンサーを用意し、ダイクロイックプリズムにより、各色に分けて完工させて、 RGB それぞれの色信号を取り出す。3番式には RGB 均等方式だけでなく、2枚の緑色要素子を水平に1、2画素ずらすことで、見かけ上の水平解像度を向上させる手法を採用することもある。この場合、青、赤用の CCD は二色共用としており解像度は低下するが、緑解像度の向上で保証できることを狙う。さらに、 緑 CCD を1枚だけにすると2枚。CCD 方式のカラー撮像も可能である。実用的なものではないが、作詞現象を利用して色を近くさせる手法がある。ベンハムのコマを参照。冷却することにより熱に起因するノイズを減らし、長時間の露光を可能にした。なお、熱雑音とショット雑音を混同する向きもあるが、全く別種のノイズである。 イメージセンサのサイズ故障については二通りの方式がある。これは CMOS イメージセンサについても同様である。3、2インチ、1、1.8インチ、1、2インチなどインチ単位で呼ばれるサイズである。このサイズはイメージセンサの撮像面の実寸を示すものではなく、呼び名に相当する関係の撮像間の撮像面サイズと等しいことを表す。 3インチセンサの場合はに、3インチ撮像管に相当する対角 11mm11.8 インチセンサでは、対角 8.93mm12 インチセンサでは、対角 8mm が実寸となる。これは CCD イメージセンサの初期の用途がテレビカメラ用の撮像管を置き換えるものであったため、レンズなどの光学系を設計したり選択したりする。 際の便宜を考慮して、このような習慣が生まれたものである。同様な理由により、特に断らない限り画面の重要比は、標準テレビ画面と等しい4、3が主流である。なお、日本では、計量法により、取引における、インチの使用が認められないためブラウン管などと同様、1、2.5型などと表記する場合があるが同じことで、ある。特定の規格により、 実サイズが規定されているもので、35mm フルサイズ、APS-C などがある。なお、フォーサーズシステムについては、約 18.0mm13.5mm、mm、の実寸が規定されているためこの範疇であるが、そのサイズ自身は、関係 4?3 インチの撮像感に由来している。CCD イメージセンサーの製造技術は、半導体部分の製造プロセス、 カラーフィルタやマイクロレンズの生成などにおいて一般的な CMOS ロジック製造技術とは異なる部分が多い。このため主要な製造メーカーは半導体メモリや CPU、ASIC などとはかなり異なる。2004年における大手製造メーカーはソニー、シャープ、松下電気産業、三洋電気で世界市場の約8割を占め、これは シーモスイメージセンサにおいて、主位のソニー、2位の東芝とも6、7%程度のシェアしかない状況とは対照的である。このほかコダックも CCD イメージセンサを製造している。このため、デジタルカメラやビデオカメラなどの製品では競合しているメーカーに CCD イメージセンサを供給する例は珍しくない。例として、 ソニーが広範な供給を行っていた事実が図らずも明らかになった事件がある。ソニーは CCD 製造において大手であり、ビデオカメラやデジタルカメラを製造する会社へ供給していた。2002年10月に CCD 素子の窓となるガラス板を接着するために用いていた接着剤を変更した。2004年春、業務用ビデオカメラにおいて、 CCD 素子と IC パッケージのピンを結ぶボンディングワイヤーが破断する不具合が見つかった。ボンディングワイヤリング装置に不適切な設定を行った状態で製造していたことが判明したため、ソニー製 CCD を使用していた業務用ビデオカメラメーカー各社はリコールを行い自体は収集したと思われた。しかし、2004年夏から徐々に再び、 ボンディングワイヤーが破断する問題が発生した。これは変更された接着剤に含まれる要素が CCD チップとボンディングワイヤーがつながっている合金部に侵入し、欠陥が生じて合金部で破断が発生するものであった。ボンディングワイヤリング装置の設定ミスが原因と思い込んでいたソニーは問題のある接着剤で CCD を製造し続けたため本問題を見過ごしてしまった。 2005年10月以降、ソニー及びカメラ製造メーカー各社からリコール情報が発表された。この問題によって不具合を生じる CCD は1000万個以上、問題を生じ得るデジタルカメラビデオカメラは100機種以上に及んだ。なお、ソニー以外のカメラ製造メーカーは、ソニー製 CCD に起因する不良であることを明言しているわけではないが、 不具合の発生状況と公表された原因から同一原因であることが認め得るとされる。また、富士写真フィルムの子会社富士、フィルムマイクロデバイス開発のスーパー CCD ハニカムの一部にも同様な不良が発生しており、不具合の原因である要素化合物入り接着剤を CCD 製造に用いるのは当時の一般的な方法であったとも考えられる。ありがとうございます。